いいよね、でもフォワードだけ得点王とかあるってな。今日99セーブ。いや、わからんね。ドゥドゥドゥよし。おはようございますってことですね。四国リーグ最終節になりました。長いようで、短いような四国リーグね、今日最終節となっております。対戦相手はですね、今日は、KU 南国さんということで、戦っていこうかなと思ってるんですが、なんとですね、僕は今順位2位となってます。で、1位がですね、徳島さんなんですが、なんと勝ち点3ということで、ね、僕ら今日勝って、もしね、徳島さんが負けたら、なんと僕ら順位並びます。ただ勝って、得失点差24ぐらいなんで、まあまあちょっとね、今日24点取ることはね、もしかしたら難しいかもしれないんですね。まあちょっと今回僕らも、どうにか、2位で終わりそうかなと思います。でですね、今日なんですが、なんと得点これもちょっと注目してほしいんですが、まあ、今1位がですね、なんと我ら三原さんが15点、そしてですね、2位が梶山くん、4年後のね、梶山くんが11点となっておりまして、徳島の選手が3位で10点となっております。今日ね、その徳島の人が5点取ることはまあないかなと思いますんで、36歳の三原さん、なんと2年連続得点王の可能性がありますんで、皆さんちょっとここはね、今日期待していこうかなと思います。しかもですよ、三原さん、なんと2012年ですね、まあ、タロツね、入ってきていただいて、今日までなんですが、なんと99点決めてます。でですね、今日もしかしたら100点目のゴールがあるかもしれないんですね。そこもちょっと期待して見ていこうかなと思いますので、皆さんそこも期待していってください。そしてですね、僕らもね、今日最終節なんですが、まだですね、全国ありますので、まだ僕ら今シーズン2週間3週間ぐらいありますので、そこも視野に入れて、まだまだ最後まで頑張っていこうかなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ってことで、早速アップいきましょう。とええ、まこと遅刻じゃないです。まこと遅刻じゃないです。会が抜けて、いや、え、時間こっち11時半なんですけど、こっちカメルーンの時計やった。気が消えていっちゃった。本当調子乗り出した。滋賀で琵琶湖に沈めよう。ネシやらぞ、ネシ。琵琶湖のネシ。今99点。はい、今日のメモリアル。100ゴール、100点目。僕ら期待してるんです。よろしくお願いします。あえて言うとね。ちなみに今15点の得点王さん、2位梶山の11点で、3位が徳島さんの10点です。どう思います？どう思います？簡単と重ねよう。得点王全国の皆さん警戒してください。危ないですか？いいよね、でもフォワードだけ得点王とかあるから。今日99セーブ目です。いや、わからんですよね、データがない。データ取られてもなかった。一時やってんは知ってんねて 100% あったよ、それちゃんと言えたら。あれやろ、シュート1本で1点やろ。しかもそれ6回ぐらい連続しとく。あったあった、これは勝たれへんわ。さあ、じゃあ、皆さんいいですか？今日、メンバーこれでいきたいと思います。で、まず、優勝するには、これは言ったね、まあ、レベニが 1-0 でもし勝った場合、うちが23対0で勝てば優勝するぞ。まあ、これを聞くと、まあ、ほぼやっぱり厳しいんやけど、心構えやと思うで、なんていうかな、その23差を追いかけようとか、そんなんじゃなくて、やっぱこの試合にまず勝たないか。で、これもミーティングの時に言ったけど、こうランキング表見るわけやろ。で、俺もやっぱ監督になって、前の試合とかも見るんよ。もちろん前節もしたけど、前のシーズン、その前のシーズン。まあ、そのように、来シーズン、再来年のシーズンに、同じように、ハドツ FC のこのランキングがやっぱ残るわけやろ。C、徳島とうちが、もしどっちも勝てば勝ち点3戦。
負けたら6歳やで一強から結局ただちょっと頑張ったんやなってなるのか最後までやってきたんやなって思うのかは本当に今日の試合にかかってると思います。まあ優勝にしっかり近づけるような惜しかったなたどつるしっていうなのをやっぱり来年再来年に自分でも言いたいし頑張ったなって言いたいし、あとはあのなんていうか、ね、まあさっき言ったように話されると結局一強のリーグでしょってなるんで、しっかり俺たちは最後までやるべきことやって爪痕しっかり残しましょう、うん、よーし最終戦かリーグ戦なんでしっかり頑張りましょう。もう本当それに尽きると思います。で今までの集大成見せましょう。ズンズンズン、よし OK で最終戦なんでしっかり気持ち入れていきましょう。 OK よし、じゃあ行こう。よし、なんせこんな感じで盛り上がろう。 OK 楽しみましょう。ズン、よっしゃ、よいよいよ、よし、よし。サッカー1、後編もあと野村悪くない、全然我慢しとるけん、あとはもう前信じて、もうやるだけやるだけ、よし45分、楽しめよう最後、全員でね、やろう、ズン、
使う。仕事する。仕事しよう。はい、仕事しよう。お疲れさんです。一年間まあ通してね、これぐらいの人数がおったかなと。まあ、おらん時もあったけど、基本的にはまあおったかなというところで、まあ、今年は良かったなって思うのは紅白戦とかできて。で、なんていうかな、競争があった。だから、スタメン出てるやつも、ちょっとヒヤヒヤするし、出てないやつは、食ってやろうっていう空気あったかな。で、なかなか試合に絡めんかったっていう人もいたと思うけど、やっぱそれは時間が解決するもんでもないと思うんで、しっかり、自分なりに見つめ直して、何が大事なのか、
で焦らずやれば、まあ、僕思うけど拓磨みたいにさ高校卒業して入って時間かけてここまで育った選手もいるし、だからあんまり焦らなくてもいい選手もいるけど、やっぱり、チームの中心に全員になってほしいと思って、そこは自覚持ってクラブの名に恥じる行動と練習やってほしいなと思います。なんで、まあ、あと前者が公式戦残ってるけど、それに向けて次は切り替えて、今日の引き分け、敗戦はしてないけど、ちょっと課題が今日も見えて、だから良かったなとは思うし、自己解決、あのチームで試合中解決できることは解決して、最近よくこうしてほしい、してほしいっていう意見、試合中よく出てるから、まあいいからって。なので、外で見てる人も、試合にしっかり絡めるように、怪我しろって思うぐらい誰か怪我してくれみたいな、それぐらい気持ちあればいいと思う。その代わりチャンス来た時にそのチャンスをつかめんかったらまたボールに来るから、それにその時のためにしっかり準備しても出れんことはあるけど、やっぱそこは自覚持ってやってください。なんで、まあ、リーグ戦としては1連覇お疲れ様でした。以上です。はい、お疲れ様でした。まあ、リーグ戦今日で終わりです。今ちょっとシーズンが終わってるような言い方をね、するけど、もう一回準備期間があって、まあ、全国社会人大会があります、まあ、クラブとしても一つ階段を上らないといけない、上りたいじゃなくて上らないといけない、そういった使命感があります。で、まあ、今日でもスイッチ切ることなく、なんか終わりっていう感じじゃなくて、まあ、なので、今日出た課題っていうのは必ずあるんで、まあ、俺も一回もう一回映像を見直してね、いろんなところでやっぱり修正をトレーニングやっていきたいと思うし、しっかり課題を克服しながら、悔しい思いなんかもやっぱり捨てずに、リーグ戦終わったからまあいいじゃなくて、これがもう前者で起きたらダメなんで、ね、そういうところでやっぱり試合運びとか、ね、今何をすべきかとか、ね、そういったものもやっぱり修正ポイントがあるかなと思うので、ね、逆にこの引き分けが次につながるようにまた修正して来週からやっていきましょう。まあ、まずは今シーズンお疲れ様でした。ほんで今シーズンのリーグ戦お疲れ様でした。で、あとはもう前者、このチャレンジ権をしっかりとクラブの階段一つ登れるように、みんなでまた一丸となってやっていきましょう。終わりです。ゴリラ。お疲れ様です。四国リーグ最終戦、KU 対タオツ FC、2対2で終了いたしました。お疲れ様です。先制してですね、追いつかれ、勝ち越ししたんですけど、最後ね、ちょっと追いつかれてしまって、ちょっと課題の残る試合だったかなと思いますが、まあ、皆さんね、結構、戦ってましたし、今日はなんかその攻撃がね、結構うまくいってたような気はします。まあ、相手もね、必死で頑張ってたんで、まあ、2位に仕方ないかなと思います。まあ、僕らの最終の順位は、まあ、2位ということですね。まあまあ、本当に多度津以来始まっての快挙ですので、これは本当にもう喜ばしいことかなと思いますんでね、来シーズン。あまりこれより上雄太も優勝なんでね、次はもう優勝目指して頑張っていこうかなと思います。でですね、この後僕らはね、前者があります。前者の1回戦ですね、三菱重工長崎になっております。まあね、相手もかなり、強いチームですし、僕らですね、まあ、常に挑戦の気持ちを持ってですね、全国大会挑んでいきたいと思いますので、これからも田中 FC 応援よろしくお願いします。でもね、本当皆さん1年間本当に、リーグ応援していただきありがとうございました。またね、来シーズン僕ら頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、ね。